静岡鉄道雲波350系電車は、かつて静岡鉄道に在籍した通勤系電車。自社長沼工場で申請された一連の製鉄系電車として最後に登場した形式である。後年、本形式は日立電鉄へ譲渡され、同社雲波350型として1994年まで在籍した。百六十八年に雲波五十一。 クモハ352の2両1編成が自社長沼工場で申請された。車体外観は前年度に申請された300型に告示しているが、本形式は従来車の主要機器を流用した前、電動車編成の吊り掛け駆動車であり、性能的には100型と同一であった。型運転台構造の全構成車で窓配置、各部寸法を含めた基本的な仕様は300型と、 同様であるが、当初より、正面非貫通構造とされた点が異なっていた。正面3枚窓の内左右の窓幅が狭く、これは 300K302.303 編成の仕様を踏襲したものである。また、側窓は300型と同様の上段固定下段上昇式のユニットサッシであるが、300型では上下段の割合が1、1であったのに対し、 本形式では通気性改善のため下段窓の割合が増やされて開口部面積を増加させている。なお、車体塗装は当初ローズレッドとクリーム色のツートンカラーであった。主要機器は 18K18.19 のものを流用しており、カルダン駆動の新性能車であった300型と比較すると性能的に見劣りする仕様であった。主電動機は東洋電気製造製。 TDK31SN 型、台車は、住友金属工業製の、帯工リベット組み立て型釣り合い両式 KS33 型である。ただし制御機のみは、種車が、手動加速制御車であったことから申請され、東洋製、ES584A 型電動カム軸、自動加速制御機を搭載する。前述のように、本形式は、 全電動車方式をとっていたことからパンタグラフは各社に搭載しているが各社の連結面よりに隣り合わせで搭載するという100系最終増備編成の仕様を踏襲したものとなっている。線形登場に際して300型が車体塗装を同系列のステンレス車体に合わせた銀色一式に変更されほどなく青帯が追加された。本系列も数年遅れたが 同一の塗装に変更された。また、静岡清水線におけるワンマン運転開始に伴い、1975年に本形式もバックミラー新設等ワンマン運転対応化工事が施行された。同時期には300系同様標識等が角型ケースのものに交換されているが、300系302.303編成に施行された。 正面窓拡幅は本形式には施行されず、また300型に設置されていた正面中央倉下の種別番受けは本形式には当初から設置されていなかった。100系全廃後は製鉄に残る最後の吊りかけ駆動車であった本形式は走行性能が1000系、300型よりも劣ることから、その晩年は主に朝夕ラッシュ時に稼働するのみとなっていた。 そして1984年に増備された線形線11、編成導入に伴い、同年10月に廃車となり、日立電鉄に譲渡されることとなった。日立電鉄雲波3521984年10月に、春光し営業運転を開始した。入線に際しては、ワンマン運転関連機器を撤去した程度で、その他は銀色に、 青という車体塗装を含めて、製鉄在籍当時の使用のまま使用されていた。なお、本形式に先んじて、日立電鉄へ、譲渡されていた百型と同じく、本形式も片方の車両を区代用として 1M、1T 編成で使用された。車体塗装は1987年に、当時の日立電鉄の標準塗装であるオレンジと、クリームのツートンカラーに変更されたが、 その他は手を加えられることもなく、収容力の大きさを生かして主に朝夕ラッシュ時の車掌乗務列車で運用された。しかし、本形式は軽量車体と外反の薄さが災いして、経年の割に車体の老朽化が進行していたことに加え、主要機器の大半が後経年の流用品で、占められていたことから保守に難を来すようになり、 2000系に代替されて1994年4月15日付で廃車となった。廃車後は2両揃って、日立市内の個人に売却さありがとうございます。